はい、本番いきます。よーい、カメラ OK、 音 OK、 役者 OK、 よーさ、どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。あなたはバレずに瞬時に撮影できる今小型カメラを探していませんか？高齢者やペットの見守りを大事な交渉の録画だけではなく、窃盗犯罪行為の証拠映像として使用することができるこちらのキーレス型カメラは、映像撮影、写真撮影、常時録画、暗視録画、動体検知録画といった基本機能はもちろん搭載済み。さらにこちら嬉しいのがボイスレコーダー機能も搭載されているカモフラージュ型キーレス隠しカメラ、こちらを紹介していきます。実際に録画した映像も収録しましたので、ぜひ動画最後までご覧ください。こちらでございます。表、裏、サイド、開けていきます。カードリーダー、こちらにカードを入れてパソコンで読み込ませます。充電用の USB なんですけども、こちらは一般的な USB なんですが、こちら8ピンの USB なのでご注意ください。こちらは本体に差し込みます。取説、こちら全て日本語です。そしてこちらが本体。はい、横、こちらとこちら開きます。こちらはカードスロット、こちらは充電、USB ですね。手に収まるとても小さいサイズです。そしてレンズなんですが、こちらでございます。はい、赤外線用のカメラとメインカメラ、こちらで撮影をします。金属製なのでしっかりとした重みがあります。重さ 61g、 3.5、 本体は 5.5、 全部合わせると 11cm、 厚みは 2cm。キーレス型カモフラージュカメラ。この小型カメラはキーレス型という見た目上怪しまれることが少なく、操作を覚えてしまえば即座に撮影をすることができるとても便利な防犯用隠しカメラです。とてもコンパクトサイズのため、ポケットやカバン、バッグ、ベルトにつけることもできます。他人にカメラと気づかれず、さっと場所を選ばず証拠を撮影することができます。カメラの基本仕様について、まずは映像から。画質は4:3、映像フレームレートは 30fps、 ビデオフォーマットは AVI、 続いて画像です。画像フォーマットは JPEG、 あとこちら後ほど詳しく紹介しますが、録音機能もございまして、こちらは WAV。操作方法について、まずは映像の録画方法について。はい、ボタンは3つです。オンオフ、赤外線モード、モード切り替え、この3つを使って撮影をしていきます。まず電源を入れる方法はこちら、右上を2秒以上長押し、はい、ブーッと振動します。こちらで待機状態となります。全ての操作を行う際はこの電源ボタンを長押しから始めます。そのまままず録画をする場合は、先ほど押したオンオフボタンをもう一度押します。はい、そうするとすぐ撮影が始まります。これだけです。そして録画中にもう一度ですね、このオンオフボタンを1回押すと、それまで撮影したものが保存されて待機状態に戻ります。完全な電源オフは同じくこのオンオフボタンを2秒以上長押し、振動して電源が落ちます。ではですね、撮影をですねしていきたいと思います。マイクロ SD カード、今回こちら最大の128ですね、こちらを入れていきたいと思います。入りました。まずは長押し、はい、待機モードになりました。で、もう一回オンボタンを押すと、はい、ブーッと震えました。録画されているかと思います。どうでしょうか。録画されているかと思います。どうでしょうか。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。あ、ナビだ、ナビナビ、どうしたの。お座りお座り、えらいね。お手お手、はいはい、頑張れ、はい、お座り。自分の身長ぐらいの高さで置いてみました。映像の感じはいかがでしょうか。音声もこちらカメラの音声を使っております。で、ちょっとこのまま暗いところに行きます。今現在かなり暗めなところにおります。いかがでしょうか。こんな形でございます。続いて写真撮影、同じく電源をオンオフボタンを長押し、はい、カメラが待機モードに変わると、今度は左側のボタン、こちらを1回押すとカメラモードに切り替わります。そして右側のオンオフボタンを1回押すと、はい、写真撮影ができます。どうでしょうか。よ、ぬいぐるみ、はい、写真撮影
どうでしょうか、カメラも撮影しちゃおうか。実際撮れてるか撮れてないかこの振動で体感できるので分かりやすくてとてもいいと思います。ちなみにこちらどのモードも待機状態から1分以上何も操作をしないと電源が自動的に落ちます。長時間録画について、本体充電時間は 2.5 時間、満充電すると最大で約130分使用が可能です。使用できるメモリーカードは 8GB から最大128のマイクロ SD カードに対応しております。もしカード容量がいっぱいになってしまった場合、自動的に一番古いファイルから上書きされていく上書き録画機能が初めから搭載されております。なお充電の電源を供給した場合、実質24時間連続撮影が可能です。夜間撮影について、この小型カメラには2つの不可視タイプ、高効率赤外線 LED が搭載されております。この小型カメラには夜間で撮影できる赤外線モードが搭載されております。この赤外線モードを使う場合は、先ほどの待機状態の後、この一番大きな真ん中のボタン、こちらを2秒以上長押しすることで暗視モードが起動されます。止めたい場合は同じく真ん中の赤外線ボタン、こちらを2秒以上長押しするとオフに切り替わり、通常撮影に戻ります。お座り、待て待て、おかり、待て。動体検知について、周囲の動きに反応して自動的に録画開始停止を行います。高感度の動体検知機能により、センサーが怪しい動きをキャッチしてくれます。こちら操作方法は、最初の待機状態の後、今度は左側3回連続1、2、3と押すことでカメラが動体検知録画モードに切り替わります。この状態でカメラが動きを察知すると、赤と青のランプが交互に点灯し録画を開始します。こちらでもう待機状態となっておりますね。はい、ボイスレコーダー機能搭載について、こちら撮影もできますが、声のみを録音することもできます。議事録の作成や打ち合わせ、どんな状況でもさっとボイスレコーダーとして使うことができます。操作方法を見ていきますと、待機状態から左側ですね、2回押すと録音モードに切り替わります。そして右側のオフモード、こちらを押すと録音開始。録音中は青ライトが点灯、赤ライトが点滅します。もう1回オンオフボタンを押すと録画が停止します。どうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です。こちらがですね、声のみの収録となっております。声はいかがでしょうか。かなり口元が近いところで録音しております。でちょっと離れますとこんな感じです。音質はどうでしょうか。録画データの確認方法について、撮影した映像を確認する方法は2通りございます。一つは、初めから入っていたこちらのカードスロット、本体から SD カードを取り出してこちらにセットしてパソコンに差し込み取り組みます。続いて同じく最初から入っておりました付属の USB ケーブル、ミニ8ピン USB、 このミニ8ピン USB を本体に挿して通常の USB をパソコンに差し込みます。このような形でパソコンでデータを確認することができます。キーレス型小型カメラいかがだったでしょうか。こちらキーレス型というわけで、キーレス型でありながらペットの監視、高齢者の介護、会議記録、防犯、いじめ、パワハラ、嫌がらせの記録等、しっかりと証拠収集ができる小型隠しカメラです。カバンやベルトのベルトループに取り付けたり、ポケットに入れて簡単に持ち運びができる柔軟性に富んだカモフラージュ型隠しカメラとなっております。こちらの商品興味が出てきましたら、ぜひ詳細をご覧ください。監督ラボの監督でした。また次の動画で会いましょう。取り付けできる穴付き、車持ってる方はぜひこちら常に持ち歩いてみてはいかがでしょうか。何が起きるかわからない現在、常に持ってみてはいかがでしょうか。本番いきます。よーい、キーレス、キーレスキー型持って、こちらの商品興味が出てきます。はいはい、映像撮れておりますでしょうか。赤外線ボタン、この真ん中のでかいものを2秒間長押し。